おまけでちょっとおまけコーナー、加藤翔平のヘアバンドはどうかありからしかね、あの視聴者さんにね、視聴者さん、視聴者さん、視聴者大丈夫、視聴者でいい、視聴者さんにアンケートを取って、ありかなしか、ありかなしか、お今日はどうしてつけようと思ったんですか。多分僕に憧れてるんだ。そういうことですね。いまだに名古屋で病院に行ったことがないんで、そろそろ髪が邪魔になってきたんで、はい、アップ中とかはちょっと邪魔で。いまだにね、そろそろ2年経つけど一回見たことない。本当に？本当に。だから紹介しますって。あの最、ね、初対面の人と会話するのは。あのあれ付き添い行きましょうか。赤ちゃんみたいな。はい、しんのすけさんどうですか、ヘアバンド姿。僕は全然いいと思うんですよ。なんかしんのすけつけてるのとか福谷つけてるの見て、これいいじゃんと思ったんだけど、俺がこのスタイルが似合うかどうかで。いや似合うでしょ。最初見慣れないだけで徐々に。あとは、ね、おはようございます。視聴者さんの、うん、はい。あれでタイムラインでしたっけ、ね、YouTube の、はい、タイムライン的なやつです。アンケート取ってきます。そんなアンケート何このサムネを使って似合うかどうか。大丈夫、こう涙とか書いとかなくて大丈夫ですか。泣かされてる。大丈夫、ドヤ顔の写真を使って。 OK です、じゃあ聞いておきます、はい、コメントでお願いします、はい、病院は絶対行けない。紹介します。なんでしてないですか今日。え、なんで今日してないですか。いや、まあ投票結果をさ、やっぱちゃんと集計が終わるまではやっぱさ、集計終わんないですよ、あれ期限ないから。80対20からでも逆転あるから、ね、ちゃんと見てる。ちゃんと見てた。さっきしんのすけが 80% と 20% でしたよ。しんのすけが言ってたんで 80% 似合わなかった。ここから逆転もあるから。わかる。でもね、ここ顔見てください、すごい嬉しそうな顔してるんですよ。ほら見てみて、うんげ嬉しそう。あー、まあ明日からつけちゃおうかなみたいな顔してるんですよ。色違いつけちゃおうかな。黒欲しいな、ね、白黒は赤ないけどさ、黒の方が黒の方がいいですね。黒にしよう。はい、じゃあ投票締め切りで、皆さんもローリングスのをつけてください。ローリングスのヘアバンド一応我々3種4種類やりましたっけ。コーン黒白赤あれか、あとアメリカからか、アメリカから4種類、うん、4種類ある。いいね、一応アドバイザー、ね、アドバイザー2人。リンクは概要欄に貼っておきますのでチェックしてください。ローリングスジャパンで、はい、ぜひ。じゃあもう明日からつけるということでいいですか。いや、もうこれつけなきゃいけないんですもん。集計結果が岡田さんからちゃんと LINE で送られてきたら勝ったよって、はい、じゃあどこかで締め切っておきます。はい、お願いします。これで今日も一人の、ね、悩みが解消されたんですね。よかったよ。よし、頑張ろう。はい、今日も頑張ろう。頑張ろう。ありがとうございました。レッツゴードラゴン。